法徳学園中学校、高等学校は、兵庫県西宮市上王市にある市立中学校、高等学校。二宮尊徳の法徳思想を基本とし、設立より100周年を超す伝統を有する男子校。部活動では、野球や陸上競技、ラグビー、バスケットボールなどの特に運動部において、全国的に有名。また、 進学指導にも力を入れていることでも知られている。向こう側沿いに位置し、最寄り駅は高東園駅。神戸の実業家、大江一松が、伊徳法徳の精神を身につけた青年を育成したいと願い、向こう群三影町に三年生の法徳実業学校を創立。交渉の八重桜に、実の文字は、この当時からの名残である。その後商業学校、工業学校へと変遷し、 戦後に西宮市に移転して普通高校に転換。前述のように部活動は盛んで、特に公式野球部、陸上競技部、水上競技部、ラグビー部、相撲、少林寺憲法部などが有名。2003年には通信コース、選抜特進コースを設立した。制服は金ボタン5個の金額ラ欄。食堂も設置。遺得報徳の豆腐を 忍不不死性勤労の両風を尊ぶ、分土水上の微風を養う大江一松は、三影の素法家で、米国省、作り者屋を営む大江西兵の三男として生まれ、大江一族が設立した三影貯蓄銀行や、林業などを手掛けた、実業家。1908年に、法徳組合協賽会を、1910年に、三影法徳会を設立後、1911年に、 高徳実業学校を開校した。市松の長男、大江誠一は後に本学園理事長となり、次男の大江聖造は日本大学分理学部教授。現、理事長の大江徹は市松の孫。発祥の地、ありがとうございます。